こんばんは、おちひろのです。今日は妹と一緒にホテルに来てるので、寝る前に恋愛の質問と相談コーナーをやってみました。ちょっとダラダラしすぎて、めっちゃゆるい感じの動画になっちゃったかなと思うんですけど、寝る前とかに聞いていただけたらいいなと思います。それではどうぞ。絶対に叶わない人に恋してしまった時、ゆらちゃんならどうしますか？私絶対叶わない人には恋しないですね。もう元も子もないけど。でも恋ってさ、その避けられへんやんか。向こうが私のことをちょっとでも好いてくれてないと好きにならへん。同じく。やんな。めちゃくちゃそう。ちょっとでもっていうか、向こうが好きって思ってくれてないと好きにならへんかもしれへん。から、もしもした場合は、叶える方法を必死で探しますね、多分。ってタイプじゃない？うん、どうにかしてどうにかしますね。彼氏からの返信が遅い時の対処法。好きと返信の速さって別に一致しないと思うから、なんか私は好きな人に完全に合わせたいので、もう向こうのペースに合わせます。私は基本的に自分がしてほしいことはまず自分がするっていうのが基本やから、普通に LINE 自分も早くする。駆け引きとかは絶対無駄じゃない？まあ無駄やけど、返信したいなってなる LINE を考える。それか返信しやすい返答を考える、かな。確かに。恋愛的に好きと人間としての好きの違いって何？深い。まあ人によると思うけど、私は恋愛的に好きな人にのことがすぐ浮かぶ。なんかしてる時に、うわこの人にもこれシェアしたいとか、わかる。なんか私めっちゃ自分が、あこの人のこと好きなんやなって思う瞬間っていうのは、めっちゃ綺麗なものを見た時と、めっちゃ美味しいものを食べた時に、一番にあの人に見せたいとか、あの人と一緒に行きたいなと思う、た瞬間に、あほんまにあの人のこと好きなんやなって改めて感じるかな。まあ、違いってなったら難しい。でも違いがなんか難しいところは、なんかそれってなんか恋愛的に好きだけで、恋人関係って成り立てないやん。分かった。あれかもしれん。人間としての好きは脳みそでの好きやけど、恋愛的な好きは心での好きじゃない？蛙化現象を治すために自信が欲しいです。どうしたらいいでしょうか？蛙化現象さ、私がいつも恋愛の質問をインスタでやったら毎回一番くんねんけど、カエル化現象ってほんまに若い子特有のものじゃないかなって私は思ってるから、ほんまに好きな人がいつか絶対にできるから気にしなくて大丈夫って思います。そのうちはの、ほんまに好きになる人が絶対に現れる。カエル化現象になるうちは好きちゃう、ちゃう。蛙化現象になる人ってさ、多分相手のことが好きなんじゃなくって、相手のそのことを見て自分がその相手を自分の中で作り上げてしまってて、それが好きなんじゃない？多分だから実際のその人を目にした時に違うってなるんじゃない？実際のその人が自分の方に振り返った時に。そう。ああそうやな。なんじゃない？だからまあその人のこと好きじゃないですね。言ったやんさっき。はい。あとその好きっていう気持ちが好きっていう子多いと思う。でもそれ楽しいからいいけどな。そういえば楽しいけど、それはそれやな。結構でも恋したことない人が多いみたい。何歳までに結婚したいですか？何歳までとかない。ほんまに時が来たら、自分がふさわしい人になれたらいつでもしたいです。まあ、これ結構多いけど、まず男性が嫌いでずっと彼氏を作ったことがない、出会いもないです、恋愛してなさすぎて焦ってます。好きな人ができたことないで、この人たちが、まあ、どうしたらいいでしょうか？また恋愛するべきなのでしょうかって聞いてます。え、しなくていいやろ。だって恋愛しなくて幸せってことやろ。そうかな。恋愛が全然私は全てじゃないと思うから、全然しなくていいと思う。わかる。っていうかあれじゃない、しようと思ってするもんじゃないし、別に恋愛周りがしてるからって焦る必要もないし、私は19歳で相手は34歳で未婚ですが、本気なのか分かりません。
あなたが本気ならいいと思います。相手を本気にさせられるので、あなたが本気だったら本気にさせればいいと思います。未婚であるって分かってるなら。なんか私もすごい年上の人と付き合ってたことあるけど、遊びやろなとは思わなかったかな。その年齢で遊びやろなとは思わなかったかな。からまあそんな年齢を気にしなくてもいいんじゃないかな。付き合いたいと思うのはどんな人ですか？あ、私これめっちゃ決まってて、思考に夢がある人。もしも話がめっちゃ好きで、もしもこういうことが起こったらどうするとか、空飛んだら何しよっかとか、そういう話で盛り上がれる、そういう思考のある人が好きです。目に見えないものを大切にしてる人が好きです。付き合ったばかりの彼氏にどうしたら好きって気持ちを言葉以外で伝えられると思いますか？言葉は基本大切な時に取っておくのが、置く方がずっとよく伝わると思うので、基本行動で示すようにしていて、相手が何をしてほしいのかな、私に何を求めてるのかなって考える時間がすごい幸せやから、向こうの求めているものを汲み取ってしてあげるかな、私は。あとはやっぱりお手紙。付き合ったばっかの時に？あかんの？重くない？あかんの？いや、あかんくないけど。え、じゃあ付き合ったばっかの時にじゃなくてもいいよ。なんかの記念日でいいやん。ああ、なんかの記念日にいいと思うけど。あげる。あ、理想のプロポーズ。理想のプロポーズ。私何でも嬉しい、ほんまに。ある？なんか子供の頃はなんかその日常生活の延長線上で、だから例えば普通にご飯食べてる時とかに、結婚しよっかみたいなのがいいなと思ったけど、最近はなんか特別なことをしてほしいなって思う。これといって具体的にはないけど、結婚してもその日のことを忘れないやろうなっていうようなプロポーズがいい。めっちゃ考えてるやん。考えて、早く結婚して。フラッシュモブ OK 派？絶対無理。サプライズもフラッシュモブも無理やから。そう、大げさにやってほしいわけじゃないね。サプライズ嬉しい、サプライズ嬉しい。わかる、大げさじゃなくていいから、特別な思い出が欲しいってことやんな。そうそうそう、ご飯、美味しいご飯を食べに行くだけでもいいしってことじゃない？そうそうそう、例えば思い出の場所に一緒に行くとか。わかる。でも思い出の場所でのプロポーズはいいなって思う。本当の愛って何だと思いますか？私これはもう確信的に思ってるけど、自分よりも相手のことが大切になったらじゃない？なんか見返りを求めてるうちは愛じゃないと思っちゃう。それずっと言ってるよな。見返りを求めて何かをするなら何もしない方がいいと思う。相手のためにも自分のためにもなってないし、相手に何かをしてあげたいとか、自分がして幸せで満たされるならするのはいいと思うけど、愛されてなくても愛したいくらい愛してたら愛なのかな。気になる人と話すネタがありません。かわいい質問ですね。かわいい。これはでもなかなかわかるって感じの。わかんの？なんか最初のステップでこの人のこと気になってるけど、共通点がなかなか見つからない時とか、まあその共通点が何かすら分かってない時って何話したらいいんやろうってならへん？例えば LINE とかでもさ、できるだけ長く話してたいけど、おはよう、おはよう、今日も頑張ろう、そうやねとかで終わってしまうとかさ。話すネタ、その LINE とかじゃなくて会ってる時に話すネタやんな。まあまあまあ、どっちでもいいんちゃう。だから私それで言ったら、話すネタが人とあんまりなくならへんのはもしも話をめっちゃするからやと思う。例えばじゃあドライブでデートしてました、こう車を走らせて、あ、何喋ったらいいか分からへんってなった時に、まず周りを見渡してお話のネタになるものがないかを見る。で、例えばめっちゃ綺麗なお家があったら、あの家めっちゃ綺麗、将来どんなお家に住みたい？とか。わかるわかるわかる。ただの質問じゃなくて、将来どうなりたいとか、将来こういうことしてみたいとか、もしもこうだったらとかいう話って、この質問からめっちゃ広がるから、確かに。話が盛り上がりやすいと。あと過去の話もやりやすい。ああ、子供の頃習い事してたとか、うん、部活何してたとか。まあ、その人のことも知れるしな。うん、そうそう。そういうのがいいと思います。次。執着と一途の誓いって何だと思いますか？あれだと思う。執着は自分が困るからこの人と離れたくない。一途はこの人と一緒にいたいから離れたくない、じゃない？自分のためになった瞬間に執着に変わってると思います。相手のためよりも自分のためが超えた時に
執着に変わってるんじゃないかなって思う。でもこれに気づいてない人ってめっちゃいっぱいいるなって思う。もう恋愛なんて執着心、まあ何においてもいいけど、あんま執着心っていらんからな。うん、基本的に今よりも過去にすがってたら執着やと思う。思い出とか今まで積み重ねた時間とかに思いを置いてたら、うん、それは執着なんじゃないかなって思いますね、うんうんうん、未来のことを考えてたら一途やけど、過去のことを考えてたら執着じゃない？確かに。冬にかけて恋したくなるのってなんでなんやと思いますか？これ人によるからちゃう？でもめっちゃわかるねんけど、冬の方が恋愛したいなってなる。でもさ、冬の方が恋愛したい理由って、うん、思い出ができやすいからじゃない？違うで、違うと思う。だってさ、夏休みってか夏祭りとかさ、夏もいっぱいイベントあるやん。夏フェスとか。確かに。花火大会もそうやしさ、別に夏もいっぱい思い出はできるじゃないですか。なんか違う、あの昔の過去の冬に恋人がいた思い出、記憶があると今の冬が寂しく感じて恋人が欲しくなるみたいなところない？確かにそれはそうか。だから人それぞれな気もする。思い出がある季節に恋をしたくなるんじゃない？確かに。あとは単純に思い出がある季節に恋がしたくなるって、テロップで出してもらうの。ゆらちゃんの理想のデートプランは？おお、と一緒に初デートはどこに行きたいですか？おお、初デート、私映画見たいかな。ああ、いいデートですね。初デート映画っていっちゃん分なんちゃう？うん、だってさ、話のネタできるやん、絶対に。でもどうやろ、なんかさ、めっちゃドキドキせん？なんで？何見るかによるよな。なんか、なんで初デート映画がいいかって言ったら、うん、その映画が大切なものになるから。あー、でも初デートってその付き合う前の初デートじゃないの？うん、でも好きな状態で言ってる初デートじゃない。あ、男、ただの男の人？好きでもない、まだ。いや、好きでもないけど、そう、気になってるくらいの初デートもあるよ。あ、じゃあ、でも最近思ったことやねんけど、やっぱ雰囲気いいところに行った方が盛り上がる、盛り上がりそうやなって思った。え、私めっちゃ真逆やねんな、それ。お、なんかその初デートの時間で一番何でもない時間が楽しかったらその人と一緒にいれるなって思うね。あー、だから今まで付き合った人とかでも、なんか例えばお店がなかなか決まらなくて、うんうん、なんか探し回ってた時間でも楽しかった。わかる、めっちゃわかる。あの、なんやろ、めっちゃわかる。普通に、別に対して雰囲気もないし、めっちゃ普通のお店やけど話盛り上がったとか、なんやろ、帰り道、そう駅から歩いてた時間、喋ってる時間とか、車の渋滞中に喋ってた時間、そうめっちゃわかる。なんかデートの内容よりその何気ない時間が楽しいかどうかやから、うん、なんか正直何でもいいかな、お茶するとかでもいいと思う、初デートは。でもこのデートプラン、まず聞いてくれてんのは、はい、理想のデートプラン。あ、理想の、あ、オッケーオッケーオッケー。理想のデートプランは、それこそ雰囲気いいところ、夜景とか、かな。あとでも単純にデートで行ってみたいのはプラネタリウム。わ、今同じこと言おうとしてたんやけど。え、プラネタリウム行ってみたい。怖っ、今めっちゃ同じこと、うん、私も行ったことないねんな、プラネタリウム。プラネタリウムデートはいつかしてみたい。 100% 寝る。え、あかんやろ、眠くなっちゃうよ。ドキドキして眠られへんくらい好きな人と行きたいかな。うん、いいですね。彼氏がいるけど初恋の人が忘れられないんです。思い出として心の内にしまっておいてもいいのかな。初恋って絶対誰も忘れられへんと思う。これって単純に初恋やから忘れられないと思う。あ、忘れられないっていうわけじゃなくて、初めての経験って恋愛じゃなくても何でも覚えてるじゃないですか。初めて何かをした時とか、初めてお酒を飲んだ日とか、初めて旅行に行った時の旅行とか、初めてってみんな絶対忘れへんもんやから、初恋やから忘れへんっていうわけじゃなくて、初めてやから忘れないっていうだけやと思うんで、その思い出として心の中のね、うん、宝箱にしまっておくのがいいと思います。いいと思います。友達と好きな人が被ってしまったら、ゆらちゃんは諦めますか？その子よりも私の好きな気持ちの方が大きいなって感じたら諦めません。その子の方が彼のこと好きやなって思ったら諦めます。でも友達と被ることは100ないかな。自分の方が絶対好きって思えるくらいその人のこと好きやったら諦めません。ズバリ、ゆらちゃんは今誰かに恋をしていますか？していません。なんで笑うん？
でも私ずっと言ってるけど、恋はしてないけど愛してますって言ってる、ずっと。あ、ね、愛はしてます。あ、めっちゃいいですねこれ、うん、もう半年お付き合いしてるんだけど、うん、おうちデートしかしてない、うん、インドア派の彼氏を外に出させる方法は、うん、それさ単純にいろいろ気になるねんけど、うん、だって言ったことないんかな、どっか行きたいって。それとも言っても行ってくれへんのかな。あ、それによるかも。確かに流れるんじゃない、どこどこ行こうねって言っても結局おうちデートになるみたいな。めっちゃいいこと考えた、うんうんうん、私は嘘つく、ついて、例えばディズニーのチケットを買います。ねえねえこれさ、なんかもらったから一緒に行こうっていう。あり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 、わかる。ありありあり、一緒にチケット買うとかやったら多分ダラダラしてしまうから、もうチケットがある状態で誘う、どこかに、うん、で、うん、なんかこれ、うん、友達にもらったんやけどとか、仕事の人にもらったんやけどとか、親にもらったんやけど、せっかくやから一緒に行かへんって言うかな。よくない？いいですね、めちゃくちゃ。ゆらちゃんが恋人と別れようって決断するときってどんなときですか？私は想像やけど、その人との未来が見えなくなったときかな。ほんまにそれ。未来っていうか、なんかその人と過ごしてる時間より優先したい時間が増えていったときに気づく？気づく。ミルカ結構だんだん派やんな、うん、パツよりだん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 、あれ？もう好きじゃない、うん、もう気づいてなかったけどそうなってました、うん、みたいな感じ。彼氏の元カノに嫉妬しないようにする方法はありますか？私は基本その人が今そうで、私が好きになったその人は元カノと付き合ってたその人だから、わかる、うん、元カノと付き合ってなかったら私のことをそもそも、今のその人いないし、そう、私のことをそもそも好きになってない可能性あるやん、うん、だってしかもな、あとめっちゃ思うのが、元カノよりも好きやから私と今付き合ってる。間違いない、何も思わへん、うん、私も全然思わない。自分より前の人やから、自分はその人のこと超えてるっていうか、その人よりいいっていう自信を持つ。あとは自信を持てる自分になることかな。どういうこと？電話も連絡もずっと取ってて、どこにも遊びに行く中なのに何にも進展なし、どうしたらいい？自分で進めたらいいやん。どうやってってことでしょ？好きって言ってないってことやんな。待ってるってことやんな。待ってるだけじゃ絶対に恋愛は動かへんから、自分から何か行動を起こす。あかん？確かに。私もなんか自分から行動を起こしてしまう派やから分からへん。いきなり手つなぐとか。分かる分かる。あの、絶対に待ってるだけじゃ恋愛はお互いで一緒に作っていくものやと思うので、待ってるだけじゃなくて何か行動を起こした方がいいと思います。好きだったけど最低な人を忘れるにはどうすればいいですか？あ、これはその人がどういう行動をしてたかとか、どういうひどい仕打ちをされたか、まず友達に話す。正論を言ってくれるね。面白い。そしたら大体あの論してくれるから。なるほどなるほど。じゃあ友達がもしもこの子がいなかった場合は？いえ、わかる？そういう話をできる友達がいない場合もあるやん。分からへんやん、だってこの子が。いや、まあそうかもしれないけど、第三者に話していかに最低やったか自分で客観視してみた時にイライラしてくると思う。なんか私もなんか最低な人と恋愛してた時、友達にめちゃくちゃ論されて、確かに悟ったもん。ああ、なるほどね。あ、何してるやろ自分ってなった、うん、でもそれって多分尊敬してる友達じゃないとあかんくない？そう、それはそうやけど、だから尊敬してる友達って結構いる子少ないと思うね、意外と。ただの普通の友達に言われても、うん、うん、ってなる子も多いと思う。最高な人と出会うのが一番いいけどな、最低な人を忘れる。忘れる人は別に本気で好きやったんやったらないと思うけど、うん、次に進むためには最高の人、その最、うん、まあ、そんな簡単に出会えたら忘れへんよね。こんなに困らへんよ。そうなんですよ。そんな簡単に忘れられたらって感じよ。ニラちゃん的に復縁はありですか？ああ、そのどのくらい時間が空いてたのか分からへんけど、前付き合ってた時より成長できる、お互いに成長できると感じるなら復縁はありだと思います。あと、なんか前インスタライブでも聞かれたんやけど、復縁したい彼氏とダラダラ連絡を付き合ってますみたいなのがあって、ダラダラからの復縁は絶対にうまくいかないと思う。期間を空けてお互いに大切やなって気づいて復縁はうまくいく可能性はあると思うけど、ダラダラ続いてたものをもう一回復縁して付き合おうって
いうのはうまくいかないかなって思います。もう一回ゼロからのスタートとして始められる人ならいいんじゃない。確かに。私の初恋なんですよいいじゃん、いいじゃん。イラちゃんの初恋はいつですか。私小2から小6までずっと同じ人のこと好きやったんですよ。小2の時に両思いで2人で教室のカーテンくるまったりしてるくらい、ほんまに可愛いやつね。めっちゃ仲良しで、でこの時から家族ぐるみでうちにめっちゃ遊びに来たりしてる男の子で、すごい仲良くて、で小6までずっとその人のことが好きで、小2の時は付き合うっていう概念がなくて、小6になってやっと付き合うっていう概念ができて、その男の子に告白されたんやけど、その子が結構やんちゃな子やって、周りの友達とかに「えあの人のこと好きなん?」とか親とか見るかにも言ってなかったから、そうやってからかわれるのが嫌で、私が振って「はあ振っちゃった、でも好きやな」って思ってたら、なんと1ヶ月後に妹と付き合ってて初めて、初恋にして初の失恋ですね。それがもうマジで辛かった。一緒にさラウンドワンとか行ってさ、見るかとさ、その人がさめっちゃイチャついててさ、もう私その時の今でもあるからなめっちゃ切なかった。で私は全然覚えてない。そう、覚えてないよな、全然。しかも1ヶ月で別れたよな。え、それも覚えてない。だからもう付き合ってたっていう記憶すらほとんど。そうなんや悪くないけどな、私もミルカに言ってなかったしな、好きってこと。まあでも私は結構対照的やからな、うん、あんまりそういうことはね、これからの人生で起こることはないなって感じじゃない。あ、絶対ない。だって生きてる世界線が違うからさまずお同じ人に出会わへんくらい、うん、そうそうそう。京都で東京やし、東京出てきても同じ人好きになるはないと思う。ないと思う。ということで、どうでしたか。第1弾足りるかな。質問いっぱい答えたよ。でも結構答えたよな、うん、まあ参考にはならんかまあ誰かの参考になったらいいね。誰かが楽しんでくれてたらいいなと思います、うん、そうですね。また好評やったら練ります。ではダラダラとした動画にお付き合いいただきありがとうございました。ちょっとでも楽しいなと思っていただけたり、いいなと思っていただけた方はチャンネル登録とグッドボタン、コメントよろしくお願いいたします。以上、おちいろのでした。バイバイ。バイバイ。